导演跟制片是基于什么样的概念想要做制作这么一部动画？の感情は一つ抑えて、お客さんのため、人のためにその動く、働く主人公っていうものが僕には新鮮で魅力的だったので、そこを重点的に話に盛り込んで作りました。今の子供たちにそういう意味を込めて、その人とのつながりが大事だっていうメッセージを送りたいっていう、そういう気持ちにもあったんですかね。普段の今の我々は分かりにくいですけども、でも人間ってこういうこともできるよね、こういう関係性も作れるよねっていうのものをこの映画でちょっと、深くは追求はしてないんですけども、子供が見ても親御さんが自分のお子さんにもこう見せられるような作品にしたいと思って作りました。